I-16 滑走中の I-16、BI-16 BI は、ソビエト連邦のボリカルポフ設計局が開発した、単用戦闘機。戦艦機から第二次世界大戦の初期にかけて、赤色空軍の主力戦闘機を務めた、世界最初の実用的な引っ込め式主脚を備えた、戦闘機である。木製の太く短い胴体を持つ本機の外観は、 アメリカ合衆国製の高速レース機である GB レーサーに類似して極度に寸詰まりな形態となっている。機種のエンジンカウリング前面にシャッターを設け、玄関時にエンジンがオーバークールとなることを防止している。1933年に試作機の TSKB-12 が完成、12月に初飛行した。時代に先駆けた気候的な特徴は、 パイロットの人力によって、Y 躍動で作動する引き込み足で、速度は配備当時世界最速であり、実戦でも95式戦闘機や HE51 など、複用戦闘機を性能的に圧倒した。スペイン内戦、ノモンハン事件、独祖戦の初期、ソ連フィンランド戦争に使用されたが、この時期の航空機の進歩は目覚ましく、いずれの戦闘でも敵型により、 新しい高性能の戦闘機が現れたことで、不運にもある意味で、やられ役を演じることとなってしまった。それでも、ソ連では I-16 を操縦する撃墜王が、幾人も誕生した。だが、ドイツ国防軍がソ連に侵攻した1941年時点で、すでに、I-16 は、相対的に旧式化しきってしまっており、その後も、戦闘機や、 戦闘爆撃機として運用が続けられたものの、より高性能な約マイナス -1 やラグマイナス -3、ミッグ -3 が登場すると、徐々に、それらにとって変わられていった。1932年の設計着手時には、副用機前線の中で、純型持ち式低翼単葉、純モノコック構造の胴体、引っ込め足、スライド式の風防、水力式単廃機関など、 新機軸を盛り込んだ意欲的な設計であった。各種の派生系を合わせ、1941年までに8644機が作られた。第二次世界大戦勃発時には旧式化していたが、新たなタイプが再生産され、1943年頃まで対地攻撃任務などに運用された。そのずんぐりした機体から、 ソ連兵からは、イシャクスペイン内戦の兵士からは、モスカ、ラタなどの愛称で呼ばれた。ノモンハン事件で、日本軍が露閣し、その後ろ閣機展示会などで飛行させた。一部の方に関する説明には文献によって、相当な差異が見られる。このリストは次の文献を元にしている。 1> i 1 6三面図ズ初原性能武装1993年からニュージーランドのパイロットであり事業家のティム・オリス氏の所有するアルパインファイターコレクションがロシアで発見された6機の I-16 と3機の I-153 をノボシビルスクのソビエト航空宇宙研究所によって飛行可能な状態にレストアすることを計画した。レストアされた。 最初の機体の初飛行は1995年に行われた。レストアされた機体は、鉄道でブラディバストークに輸送され、そこから香港経由でニュージーランドまで船で輸送された。この計画は3機目の I-153 がニュージーランドに到着した1999年に完了した。さらに7機目の I-16 が後に、 アメリカ人収集家のジェリー・イエイゲン氏のためにレストアされた。ちなみに、この木がこれほど寸詰まりな形態になったのは、設計者であるニコライ・ポリカールポフの高速性能を追求するのならば、機体は短い方が有利であるとの持論からと言われている。なお、ノモンハン事件関連で97式戦闘機に対しても有速であったとする記述がまま見受けられるが、 最高速度は97線が時速 475km と、同等もしくはやや上回り、i-16 が有速であったのは、急降下速度である。リス1966、P8、シェーブルフ1985、ハットグリーン2001、ピアニッシモ473、475、ABCD。リバース税。 ピアニッシモ55 57, ISBN、5557、ISBN978 から5から699256600、3000, 19 36, 19 37, 税、43、1935、2800から3000、1936、1937、税、マイナス16、マイナス16、税、19、マイナス16、10、九1939、 税21税マイナス1619税19万211119212192131726税税税税税税マイナス161939ファイ税1939から1940リバース税 ピアニッシモ、144-145、ISBN 978から5から699256600。リバースゼー、P76、ISBN 978から5から699256600。P と、ページーズ219-224。関連機、ありがとうございます。